れた高校、そして波の音、懐かしい海風の匂い。そんなに長い間離れてたわけじゃないのに、大げさだな。仕事が忙しすぎて、長らくこの辺りには来ることができていなかったのです。確かに、いつも残業してたみたいだしな。ええ、ここにいた時のことを思い返すと、いつも一人で机と向き合い、書類の処理をしていました。絶運の間の修行と似たようなものです。もしや関羽お姉さま。まさかこんなところでお会いできるとは。いつも忙しそうにしているのに。このじいさん、関羽お姉さまって。悪乗りしないでください。紹介がまだでした。こちらは天王寺。身分は問題ない。教えてやってください。リーウェの恩人だからな。正式に挨拶をせねば。天王寺はリーウェ七世の天数です。なんだって？このじいさんが七世の一人？教皇と同じ？しー、身分についてはどうか内密に。 Oh my god。 この高校で釣りや散歩するのがわしの最大の楽しみだ。その時、槍を持った兵士に後ろからついてきてほしくない。ほとんどの人はわしを物忘れのひどい口うるさい老人だと思っている。ご謙遜を。天王寺はお年を召されていますが、人望が厚く代わりになる者がいないほどです。関羽お姉様にそう言ってもらえると、ここ数十年の頑張りも無駄じゃなかったようだ。天王寺、あなたの今の立場では私のことを関羽お姉様と呼ばない方が。おお、すまん。年少からの癖が抜けてなくてな。わしが七世になったばかりの頃、あなたには世話になった。なるほど、数十年来の知り合いってやつか。そんな、七世の秘書として当然のことをしたまでです。秘書といえば、はあ、どう話せばいいか。関羽お姉様、わしの娘の慶心を知っておるな。あやつが最近何か困っているようなんだ。はい、月海亭の慶心は私の後輩です。何か手伝えることはありますか？いや、詳しいことはわしも知らぬのだ。どうやらわしに手出ししてほしくないようでな。月海亭に行って様子を見てきてくれませんか？喜んで。七星の悩みを解決することが私の仕事ですから。いつの間にかキャラが戻ってるな。それじゃ、月海底に出発だ。 You know, I would really love to see Ningguang again. Or, I should probably accustom myself into calling her Gyoko more, to be honest. But at the same time, I don't really want to call Ganyu Kang, because it's so hard to pronounce, I don't know why. Kang 先輩、お久しぶりです。どんなに忙しい時でも Kang 先輩を見るとなぜか安心します。お久しぶりです、ケイシー。でも、それは言い過ぎですよ。That face. あなたが困っていると聞いたので、何か手伝えることはないかと思い来ました。父上が先輩にお願いしたんですね。また七星の身分を利用して
先輩の手を煩わせるなんて気にしないでください。月海亭の後輩が困っているのなら喜んで助けます。カンは優秀な秘書だけじゃなく優秀な先輩でもあるんだな。何があったのか教えてくれますか？はい、その納税に関する書類を整理していたら怪しい部分を見つけたんです。英発商店と万有商法、この2件の納税状況が明らかにおかしいのに、聴取したり帳簿を詳しく調べたりしても問題が見つけられないのです。証拠がなければ強行手段には出られません。なるほど、よくあることです。商人はいつもお金に目がくらむものですから。つまり先輩には解決策があるということですか？当然です。同じようなことを何百回も処理してきましたから、今回はどう対処すべきか少し考えさせてください。ふむ、今回はこれでいきましょう。誰かを最も理解しているのはその人の敵です。え？ A 発商店と万有商法は商品分類や市場区分においてずっとライバル関係にあります。それなら。それなら、あ、わかりました、カウ先輩。わかんない。カウ先輩が言いたいのは互いに告発させるということですね。その通りです。まずは万有商法に向かいましょう。オーナーは確か博来さんでしたね。はい、そうです。ついてきてください。 How in the hell did we get from Hakurai to Bolai? What? Oh, that's the last one. Okay. See, talk to Bolai. How the hell did we get from Hakurai to, or Bolai to, I don't know. Oh.この前会った旅人と、そちらのお二方は月海亭のものですね。何か大きな注文でもあるのですか？考えすぎです、博来さん。万有商法の信用では月海亭の大きな注文を受けるに値しません。仮にそのような機会があったとしても英発商店の方に話が行きます。なり A 発商店だって？ Oh my god. くそ、東証のやつ、うまい話をかっさらっていくとは。はい、 A 発商店は信用できますので、毎年の納税状況を見てもとても積極的に。納税？積極的？おや、何が言いたいのです？騙されないでください。あいつの腹の中は真っ黒です。俺はよく知っています。あいつの納税書を見せてください。絶対に何か見つかるはずですから。随分と A 発商店の経営状況について詳しいようですね。当然ですよ。あいつらに取引があるたび、俺は腹あたが煮えくり返る思いをするんですから。あいつらが金を稼ぐことは俺が損をすることよりも辛いんです。ではこの納税書を見てください。あなたの意見を参考に A 発商店への信用を再度評価します。よしよし、しっかり目を通しますとも。一言一句一文字一文字漏らすことなく。あった、ここだ。ここ年始に半軌道から仕入れた高級木造家具がありません。俺に自慢してきたことがあったんですよ。この納税書を見てください。どこにも書いてない。金は全部こいつの懐です。なるほど。この取引に関する全ての証拠を消したのか。道理で見つからないわけだ。だから言ったでしょ、追い詰められたあいつの顔が楽しみだ。でも先輩、それでも口では何もなかったと否定できますよね。ええ、す
でに全ての証拠を隠滅しているでしょう。ただ半軌道の方には何か残っているかもしれません。そうだ、半軌道のルージーは東省の言うことなんて聞かないでしょう。ルージーのところに領収書があるはずです。そうだといいのですが。半軌道に向かいましょう。警察層の近くです。悪事を暴いてくださりありがとうございます、博来さん。いやいや、当然のこと。証拠を見つけたらしっかり処罰してやってください。それが俺への最大の謝礼になります。警察層に行くのなら私は。まだ仕事が残っているのでしょ。大丈夫、私たちで行きます。はい、ありがとうございます。お手数をかけますがよろしくお願いします。 Okay, well, this story just turned out to be us helping Ganyu with her work. Okay, I mean, that's, I guess that's only in the, on the surface of it, but at the same time, you know, like, yeah, you know, we're still trying to get her to feel like she belongs in Liyue Harbor as well, and not just like, you know, try to abandon it just because the Adepti has, you know, like, they don't really need to do the contract anymore because of Rex Lapis. Like, yeah. Yeah. I don't know how to say it. ようこそ。どんな要件で来たのかな？もし弟子入りに来たのなら大歓迎だ。でも一度にそんな多くは取れないから、まずは養子に。警察層はかわいそうで孤独なじいさんしかいないのか。そこの飛んでるの聞こえてるぞ。はい、ごめんなさい。ルージー、私たちは聞きたいことがあってここに来たのです。そうか。いや、気づいておったよ。お前さん、月海底の用事で来たんだろ。七星がこのような老いぼれを気にかけるはずないからな。まったく、何が聞きたいんだ。ルージーは話が早い方ですね。私たちは A 発商店東商の脱税の証拠を探しているのです。年始に東商がここで家具を注文したそうですが、領収書や記録等は残っていますか。英発商店との商売か。あれは大きな取引だったからな。忘れるはずがない。博来さんの言う通りですね。では証拠品として領収書をお借りできますか。もちろん問題ない。だが今はそれが難しい。え、どうかしたのか。ここ半軌道は作業と完成品を置く場所として使っておる。帳簿のようなものは全部西にある倉庫に置いてるんだ。だが最近厄介な奴らが倉庫を占領してしまってな、追い払うことができずにいる。証拠品が必要ならお前さんたちで倉庫へ取りに行って、ついでに奴らを懲らしめてやってくれないか。なるほど、状況は理解しました。では頼んだぞ。わしは仕事に戻る。倉庫を取り戻して証拠品を見つける。武闘派の出番だな。待ってください、あそこに怪しいものが。そこです。あれはあの服、ファデュイだ。リーユエコーに対して何かよからぬことを企んでいるに違いありません。ルージーの倉庫を占領した悪い奴らもあいつらかもしれないな。魔人が港を襲った事件以降、リーユエでのファデュイの評価は下がりっぱなしです。ファデュイと何か小さないざこざがあっても外交に大きな影響はないでしょう。その上、私はあの者たちの悪意を感じ取りました。これは七星の秘書の直感です。
それなら待つ必要はないな。やっつけに行こう。Her face though. You know, I'm very glad that wait. Okay. I'm very glad that she's actually back pretty much. That did not do anything. これが運命です。お触り禁止。What? Where did my arrow go? What happened to my arrow? 痛い目は十分見たでしょう。あなたたちの計画を白状しなさい。計画？何の計画だ？さっきのはただのお仕置きです。まだ本気ではありません。ただ、もしあなたたちがリーユエにしようとしていることを隠し通そうとするのなら、私も本気を出さざるを得ません。I think we were harsh enough. 本当に何もないんだ。何もないのなら、なぜファディの部下が突然、検索層に現れたのです？そう聞かれると、確かに不自然だが。だが？でも、ここにはラズベリーを取りに来ただけなんだ。ふむ。あなたたちがそのようなつまらない言い訳をするとは思いませんでした。本当だ。気晴らしに朝から外出してただけだ。この付近に新鮮なラズベリーがあると聞いて、よく考えてくれ。俺は一人も仲間を連れてきていないし、警察層は老人しかいない。何を企むって言うんだ。かわいそうな目をしてるぞ。なら、半軌道の倉庫が占領されたこととは関係ないのですか？半軌道の倉庫？それどこにあるんだ？本当に俺はただラズベリーを取りに来ただけなんだ。つまりルージーの倉庫を占領したのはファデュイじゃないのか。 And the fact that we used like 3 ults on him. 私もこのものは本当のことを言っているような気がします。もの？ああ、これはちょっと私の判断ミスです。申し訳ございません。先ほどの揉め事は私個人の判断です。何か意見があれば総務士に状況を報告してください。揉め事？この女、今の総務士は絶対に俺たちファデュイの味方をしないと知って。ええ、その通りです。無論再度武力で解決する選択肢もありますよ。オイラたちも参加するぞ。くそ、ここまでコケにされるなんて。どうするのです？ラズベリー狩りを続ける。OK。 かわいそうだけどすっきりしたな。お目汚し失礼しました。仕事から少し離れていたので勘が鈍っていたようです。大丈夫だ、ファデュイに痛い目を合わせたからな。ではルージーの倉庫に向かいましょう。証拠品を手に入れるのが最優先事項です。Okay, so where is the warehouse? Is it above? Yep. Hey, where is it? Oh. ここが倉庫か。倉庫を占領したのはヒルチャールたちだったんだな。悪い奴らをやっつけよう。次任務完了。近くに証拠品がないか探してみよう。It's here?これは万民堂の領収書か。机と椅子を注文してる。これじゃないみたいだ。Oh. There's only two. There's no paper. Oh, it's behind. これは王城堂の
棺桶も作ってるんだな。There's only two? Road sign. So where's the last one? Is it behind somewhere? Oh, it is. Okay. これは A 発商店の領収書。やっと見つけたぞ。この証拠品を持って謙信のところに戻ろう。Oh wow.Oh, okay, so we're not gonna... Okay. Let's go straight to the... Parlor? Wait, no, it's not parlor, pavilion. Why did I say parlor? What the hell? Senpai, お帰りなさい。本当にご迷惑をおかけしました。後輩を助けただけです。気にしないで。はい。これが A 発商店が半機動に注文した時の領収書です。ありがとうございます。これがあれば。ええ。一緒に A 発商店へ行って、オーナーとじっくりお話をしましょう。Okay, so to second life. Dong Sheng. Is that how you pronounce his name? It's Chinese, so I'm not really sure if that's the way you pronounce it.Wait, is it really this guy? Oh my god! Okay. Oh, right, I never really... not realized, but I never really, like, remembered this part's, business name. Huh, interesting. Because I always buy stuff from him. But, yeah, I never really remembered that he's the owner, and his name is Dong Sheng.これは月海亭の謙信じゃないか。覚えてるぞ。もう言っただろう。取引の記録も納税書も全て問題ない。まだ仕事があるんだ。わけのわからないことで時間を無駄にしないでくれ。わけのわからない？東條さん、ずいぶん自信があるのですね。残念ですが、早めに認めることをお勧めします。あなたがお支払いする罰金に影響がありますので。そんなはずはない。俺はずっと真面目に商売をしてきた。何もやましいことはしていない。説明が足りなかったのでしょうか。東條さん、あなたが脱税している事実はもう明らかなのです。私たちはあなたの誠意を確かめに来ただけです。明らか？ありえない。だってありえないぞ。もう言い訳もできないみたいだ。関羽の威圧感ってすごいな。ほら、こいつに見せつけてやろうぜ。東條さん、これを。これは半機動の領収書。俺はルージーメ、あれほど脱税の事実を認めるのか。この取引は納税書に記載されていなかった。はあ、これを見つけられるとは思わなかった。完璧に隠したはずなのに。確かに博来さんの手助けがなければ私たちも見つけられませんでした。博来？万有商法のあいつが俺をチクりやがったのか。人のことを棚に上げやがって。あら、東條さん、その言葉の真意詳しく教えてくれませんか。 Oh my god. あとのことはもう大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。あとは自分で処理します。よかった。やっぱりカウ先輩はすごいですね。誰かを最も理解しているのはその人の敵。どうやってこのようなことを思いつくのです。しかもそれを実践までしてくれるなんて。あなたの父上天数様から学んだ考えです。私の父上？
敵同士が互いに牽制し合うのを安全な場所から眺める。それが天王寺が何年も七星の座についていられる理由です。あなたは天王寺の娘ですから、自然と父上のやり方も受け入れられるはずだと思いました。だから父上のやり方を実演してみせたのです。そうなのですね。もしかしたら私は父上をよく理解していなかったのかもしれません。カーン先輩、本当にありがとうございます。とても分かりやすい指導でした。カーンは仕事の問題だけじゃなく家族の問題も一緒に解決したみたいだな。こんなに助けてもらったんですから必ずお礼を。いえ、お礼なんて大げさです。大したことはしていません。ならせめて食事をご馳走させてください。旅人とパイモンも一緒にどうだ。君たちにも手間をかけた。もちろん、カウも行くよな。食事くらいいいじゃないか。食事だけなら断る理由もありません。ではお願いします。ケイシン、やったー。実はもう新月券を予約してあるんです。先に行って準備しているので、そこでお会いしましょう。ええ、わかりました。She's acting more and more as an adeptus now. That's pretty cool. I guess we solved that part as well, somewhat. 新入駅キオスク。Is that how you pronounce it? I don't know.来てくれてありがとうございます。先輩、二人もよく来てくれた。気にするな。準備ご苦労様です。そんなに気を使わなくてもいいのに。実は先輩、さっきのこと以外にもまだ相談したいことがあるんです。そうですか。助けが必要ならためらわず直接言ってください。いや、助けが必要なわけでは。少しお話を聞いてくれますか。喜んで。私は小さい頃からカーウ先輩のお話をたくさん父上から聞かされてきました。父上のこともとても尊敬していますが、いつもカーウ先輩の優しさと頼りがいのある姿に惹かれていました。あなたの背中を追いかけて私は月海邸にやってきたのです。そのように思ってくれていたのですね。でもやはり月海邸の秘書の仕事はとても大変です。私は先輩のように優秀ではありません。だからよく悩んでしまうのです。そんなことありません。ケイシンはとてもよくやっていますよ。ありがとうございます先輩。数年前私にも娘が生まれて。え、天王寺はもうおじいちゃんってことか。私の影響で娘も当時の私と同じように月海邸の秘書になるのが夢です。でも正直心配でした。この仕事は一筋縄ではいかない上、あの子に素質があるかどうかもまだ分かりません。でも今回のことを通して私はあの子を応援すると決めました。それはなぜ。あの子が将来カーウという先輩に出会えるからです。カーウ先輩は優しくあの子を導き、当時のあなたの母も同じようだったと伝えてくれるはずです。その情景は素晴らしいものだと思いました。だから20年後のことも先輩に頼みましたよ。ケイシン、私の存在があなたにとってそんなに意味あるものだったなんて。先輩が父上のやり方を見せてくれたのと同じように、先輩が立ち会い人になってくれると安心するんです。立ち会い人。確かに私は何千年もリーユへの発展や変化に立ち会ってきました。でもそれはずっと私に孤独しか与えていないと思っていました。ケイシン、あなたのさっきの話は
私にとってとても意味あるものです。岩王帝君との契約以外にも、このリーユエコーの人々とのつながりがあったのだと感じさせてくれました。私を頼り、認め、求めていた人がいたのですね。当たり前です。あなたは私の唯一の先輩ですよ。そうですね。しっかり皆様に答えなければ。そうだぞ、やっと元通りになったな。仮に本当に追い出されてたとしても、少し抵抗してみます。あなたの思いに応えるためにも、これからも契約を履行し、七星の秘書として居続けます。とにかく戻らなければ。私がいなければ事務処理も滞っているでしょう。さて、仕事です。時間を無駄にはできません。頑張ってください先輩。もう行くのか。まだ食べ終わってないぞ。Will we be able to see Ningguang? Probably not. I want to meet Gyoko again. Feels bad. Huh? 百式、大丈夫ですか？まさか立ったまま寝ていたんじゃ。見て、見てください。あれ。こんなところでサボっているなんて、私の代わりにはならないようですね。そんな、私たちもうずっと働いていて休まないと。こうしてカウ様と会う前に倒れてしまっていました。カウ様、会いたかった。あら、私たちはただの顔見知りですよ。そんなに求められていたなんて。ここ最近、朝も夜もカウン様が帰ってきて仕事を引き継いでくれるのを願っていました。今のあなたはまるで仙人様が救いの手を差し伸べているかのように見えます。I like her. Yeah. I like her. 以前のライバル心はもう忘れました。ただ早く仕事から解放されたい。はいはい、わかりました。では、今手元にある仕事を政務、商務、民事に分けてください。未着手か進行中かも明記してくださいね。残りは私に任せれば大丈夫です。はい、すぐやります。やっと助かった。Yeah. あ、そうでした。もう一つ、旅人さん、感謝します。あなたが一緒にいてくれなければ、私は己の心にとらわれていたままでした。仕事関係以外で人の友人ができるのは想像以上に嬉しいものですね。仕事を終えたらお礼として、私も一緒にあなたの旅に参加させてくれませんか？ Oh, let's go to Inazuma! でも、仕事って終わらすことできるのか？ True.未来のことは、また後で悩むことにしましょう。Okay. Nice! Quest completed. That is...You know, apart from it being really long, the recording is pretty much 1 hour and 20 minutes. This should be part two. This was actually really good. We got to see Ganyu's side of like being an adeptus and all that. And like the fighting quests or like the parts were also pretty good. The gliding parts, really nice. I would love to do that more often.Like, give us like weekly stuff for that, you know? That would be pretty cool. But yeah, either way, hopefully you guys enjoyed the video. Thank you guys so much for watching. It's been Sage. And I will see you guys later.